今日はセクシャルマイノリティの当事者として私が先生の前でこうしてお話しますけれども、100人いたら100通りの性別があると思って聞いてください。今日コーブンさんの話聞いたからそれが全てだわって思われるのは私もすごく困るし、私は専門家でも何でもないので一当事者としての幼少期をお話ししたいと思いますので、そこから先生たちがどういうことを汲み取っていただけるのか、読み取っていただけるのか。 LGBT という言葉が叫ばれる一方で、やっぱり LGBT っていうのは性癖じゃないですか、なんか気持ち悪いっていうような意見が、私は全部を公表して活動しているので毎日のように届きます。まだまだ辛い思いをしている方がたくさんいます。自殺を考えている方もたくさんいます。なのでやっぱりもっと声を出していかないといけないなって。ゲイなのかな、トランスジェンダーなのかな、どっちかわからないって、どこにも当てはまらない自分でいちゃいけないのかなって、そんなことで苦しんでる子どももいると思って今日は聞いていただけたらと思います。私は3人兄弟の次男坊としてこのように生を受けました。上にはお兄ちゃんがいます。5歳下には弟がいます。この公文公造っていう名前は私の本名なんです。公文式算数の公文って書いて公文って呼ぶ。おじいちゃんはいつか亡くなると思ってました。4歳の誕生日には両親が5歳になったら熊のぬいぐるみ買ってくれるって言ってました。ところがお兄ちゃんと一緒に育てたはずなのに私だけどこか女っぽくなっていくのを見て両親は心配したんです。このまま小学校に上がったらこの子いじめられちゃうんじゃないかなって。母はラジオ相談に電話をしたことがあるようです。うちの子なんか女っぽいんです。なんででしょう、お兄ちゃんと一緒に育てたはずなんです。お母さんが男っぽいと息子さんって大体女っぽくなるんですよ。厳しく育ててください、甘やかしてるからです。パニックの母は明日から厳しくしようと父と毎晩相談したみたいです。5歳までは お父ちゃん、お母ちゃんって言ってたんです。5歳の誕生日に両親が変わったんです。明日からお父さんと言いなさい、お母さんと言いなさい、敬語を使いなさい。子供からしたら何か訳が分からなかったです。女の子っぽいものは全部父に捨てられました。母の妹と一緒に住んでたんですけども、おばだけが私の味方でした。でも私が女の子っぽいものを欲しがったら大好きなおばがお父さんに怒られると思ったので私我慢しようと思ったんです。そしていよいよ小学校に上がるという赤いランドセルがもらえると思ってました。黒でした。なんで私黒なん、赤がいい、お友達みんな赤やから。赤がいい、あなたは男の子、黒しかダメよ。そこから私の我慢が少しずつ始まりました。小学校1年生になったら1年生と2年生が同じ女の担任の先生でした。先生の口癖は男は男らしく女は女らしくですよ。誰かなこのクラスに一人なよっとしたらおるな、コーブン、あんたのことや。もうちょっとシャキッとしなさい、なよなよするな。女の腐ったみたいに、女の人って腐るんですかって聞きました。女は腐るんですかって理屈ばっかり言って、シャキッとしなさい、みんなと違うでしょ、あなただけ。みんなと違うって何、みんなと同じって何って言いました。みんなと違うでしょ、あんただけ女っぽい。男でしょ、そんなん分からん。僕って言ってみなさい、こうちゃんこうちゃんって言わんと、僕って言ってみなさい。言いたくない、もう先生が大嫌いでした。男らしくって何なのって父と母に相談しても、あなたが悪いのよって、先生の言うことは絶対です、我慢しなさい。クラスの男の子にもいじめられました。おかまって、まあ、キモいね、おかま、おかまっていうのやめて、それ私嫌いな言葉やからやめて、謝って。なんで謝らなあかんねん、もうおかまやないか。特命の喧嘩になります、噛みつきます。先生が来ます、何やってるの、もうおかまって言われたから喧嘩してる、謝ってくれへんから。私何もしてない、何もしてないって女っぽいでしょ、だっておかまって言われたんやもん。おかまって言われたん、おかまやないの、男らしいの、男らしくないでしょ、お構いないの、何々をしてって先生にも言われました。もう誰にも頼ることができないんだって、自分で解決しないといけないんだって思いました。ある時お構いって言われた男の子に謝ってって言っても謝ってくれないから、放課後その子の家に行きます。ピンポンします、ピンポン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 って、あんたのとこの息子にお構いって言われて傷ついたからあなたが謝って。自分が自分らしくしてるだけなのに、どうして周りの大人は分かってくれないんだろうって。何も悪いことしてないのに、もん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 としてました。
特に一番困ったのがトイレです。 100% 授業中、授業中にトイレ入ったら誰もいないのも、または職員トイレ。どうして休憩時間に行けないの？行きたくないから。なんで行きたくないの？お前にも言いたくない。お前って誰に言ってんの？あんた、いい加減にしなさいよ。誰に言ってんの？うるさいババって。誰にババって言ってんの？誰にババ言うてんの？お前がババちゃうこと分かる？どこにババおんねん、ババ。いい加減にしなさい。バチッと叩かれました。バチッと叩き返しました。あとは誰も時間決められない。特に4年生になった頃は男の子と女の子が分けられるじゃないですか。決められない。なので体育の時間は遅刻、問題児、異端児、みんなと違う、一人だけ。このことで何かあると、あなたがやったんでしょう。4年生になったら、この子がこんなに女っぽいのは女友達と遊んでるからだと思います。で、先生の見解が出た。興奮君を女友達と引き離しましょうということが、女の子の友達の両親とうちの両親と先生とで決まってしまったんです。可愛いものとか、キキトララとか、キャンディーキャンディーとか、そういうのが全部捨てられて、あげくまで友達まで取り上げられて、親と先生に抗議しました。なんで友達取り上げるのって。何も悪いことしてないのに、どんどん尖っていきました。4年生になっても5年生になっても、友達とか特に男子に、おかま、キモい、おかま、すごく気が強かったので、一個一個仕返しをする。謝ってくれなかったらお弁当に砂入れるとか、謝ってくれなかったら登り棒に穴あとびでくくりつけて、ハサミ持って行って、おちんちん切ったのかと。これ切ったらあんたの先におかまなんで、どうする、どうする、切ったろかって言って、学校中の問題になりました。家に帰ったら兄にも暴力を振るわれました。お前のせいで学校でいじめられるって、男らしくしろって。親戚からも言われました。あんただけがおかしいって、公務の名前に泥塗ってるって。そして6年生の時に修学旅行があるでしょ。お風呂がもう嫌だった。男子と入らないといけない、当然だけどさ、もう絶対に嫌だった。それでも先生は、みんな入ってるんだからみんなと同じにしなさいって、みんなと同じにしなかった、私はしたくないって、あかん、みんなと同じにせなって無理やり入れられそうになりました。宿泊施設を投稿しました。中学校に行ったら学ランが嫌だったんです。セーラー服を着たかった、学ランがどうしても嫌だった。中学校になったら体育の教師とかいるじゃないですか、体育の先生とか、私の股間をつかみに来る先生がいたんです。女子だったら、今だったらもう大問題じゃない、テレビに取り上げられるぐらい。でも男の子っていうだけで普通だと、すごく嫌だったんです。やり返しました。この先生を3年間の間絶対殺すみたいな、確実に認めると思ってたんです。絶対やるみたいな、こいつは絶対殺すと思ってたんです。そして教室から部活中の先生に分けて植木鉢投げたこともありました。当たらなかったわ。そのぐらい腹立ったんです。で、当たらなかったけど怒られるでしょ。先生が股間掴もうとしたからですって、股間掴んでくれ、掴むのやめたら私もしませんって、謝って、あなたが先に謝りなさいって言って、何でお前誰にものを言ってるんだっていう感じ。数学の先生からは階段から突き落とされたこともある。そして3年生になったら、美術の教科担当の先生が担任になったって、先生は1学期は様子を見てました。なんであの子あんなんなんかなって、なんで授業を妨害するのかなって、なんで大人に反抗できないかなって、なんで授業を横向いて聞くんかなって、なんで学校に教科書持ってこないんかなって、なんであんなに荒れてるんかなって、私を観察してたんだと思います。そしてこれは私がこの講演活動をするようになって知ったことなんですね。その当時の副担任の先生がまた教師をしてらっしゃって、私の講演会に来られて、実はねって話をしてくれたんですけれども、森本先生ね、もうあなたの担任になった時からずっと職員会議で、あの子をあの子のまま受け入れてあげることができないでしょうかって、大学の先生そういう股間つかむのやめてもらえませんかって言い続けてたみたいです。でも他の先生は、あの子は問題児ですよ、何事もなく卒業してくれたらいいんですけどね、先生おかしいに違いますか、あの子はあの子のままどうやって受け入れるんですか、あんな気持ち悪い子。どの先生も受け入れられなかったのに、森本先生はずっと声を出し続けてたみたいです。
そんなことは私知らないから森本先生にも反抗的な態度ばっかりとってたんです。ずっとその当時私の中でも流行りは色付きリップ、聖子ちゃんピュアピュアリーがなかった気持ちはイエス、意味わからないですよね。純粋なリップで気持ちはイエスって感じでしょ。意味わからないけど好きだったので、学校に持っていて、でもう一つ流行ったのがベビーパウダー、ファンデーションのつもり、想像してください、学生服着て色真っ白でここだけ赤い男の子想像してください。今でも忘れないです、2学期の美術の時間にその時もこうやって横を見て色をつけていってみてました。コウ君、そんなことちょっと後にしなさい、ちょっと持ってきなさい、先生預かっとくから、後にしなさい。ちょっとはぁ、指示すんなよ、やりたいんだよ、ババアってずっと言ってました。歯も限界かなと、ここでちょっと話そうかなと思ってみて、ちょっとこう美術準備室までおいで、先生とちょっと話しよう、ちょっと来なさい、ちょっと話したいからって言って、行かなあかんねん、いいからみんなの前で怒られたいの、あなたにもプライドあるでしょ、準備室おいで、行かない来なさい、行かない来なさい、行かない来なさい。先生がつか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 って私の席までやってきて、私の手をつかんでバーって私を引きずっていって、美術準備室に放り込みました。棚のものがガラガラガラって降ってきました。そして先生がバチンって叩きました。バチンバチンって、痛いな、何すんのやめてや、いい加減にしなさい、あんたどうしてあなたはちゃんと言葉にして喋らないの、何がそんなに腹立ってるの、何がそんなに嫌なの、ちゃんと言葉で喋りなさい、喋っても分かるか教師に、大人が今まで私を決めつけてきたの、何を言っても分かれへんわ、大人なんかに話しても無駄じゃアホ、あなたが今まで決めつけられてきて嫌だったかもしれないけど、今その決めつけられたことを教師にしてるよ、ちゃんと話しなさい、私はあなたを決めつけたことは一回もない、ちゃんと言葉で喋りなさい、人間でしょ、赤いランドセルが欲しかった、トイレも嫌やった、あれも嫌やった、これも嫌やった、森本先生は私をぎゅっと抱きしめてくれました。ごめんねって、今までのことはどんなことがあったかわからないけれども、私がその先生たちの分も謝るから、ちゃんと言葉として喋りなさい、あなたこのまま大人になったらとんでもない大人になる、私はそれが一番心配だから、ちゃんと言葉で喋ってって言いました。何が嫌やったって、全部嫌やった、決めつけられることも嫌やった、男らしくしろって言われることも嫌やった、私は私らしくしてるだけ、何にも悪いこともしてない、なのに教師からずっと決めつけられてきた、そんなに私が私らしくしてることがダメなの、先生僕って言わないと人間じゃないの、言わなくていいよ、言いたくなかったら体育の時間は別にあなたが着替えるところを私が用意してあげます、おトイレも私が何とかするから休憩時間に行きなさい、他にも何がやりたかったのって言った、子供の時に文化祭で男の子の役させられるのがすごく嫌だって、女の子の役をしたかったって、髪も伸ばしたかったって、親に無理やり髪を切られるのも嫌だったって、次の文化祭の劇もあなた女の子の役していいからって、ちゃんと話したら先生ができるとこは全部してあげるからって、まだ役決まってないけどどの役前に言ってもらうって言われました。この学校で一番可愛い少女がやりたい、すればあかん、なんで今やらせてくれって言ってやらせてあげるけど、それは違う、なんで美少女じゃない、なんで私結構可愛いんだけど、ちょっと赤くなってきたかもしれない、今までにもね、そういうことだったかもしれないけど、顔もね、赤くなる、美少女じゃない、美少女じゃないことだ、あなたの気持ちに関わりの女の子に何で自信ある、それは私もちょっと自信ないからでしょ、だから美少女は京子ちゃん、あなたはこの意地悪な助教師へやりなさい、そんな私の意地悪な人の口調とかそんなできない、いやそのままでそのままやりなさい、できるからって言われました、見事に返事聞きました。森本先生が当時4色コンテで私の顔を描いてくれたんです。先生、私ロングヘアが良かったって言ったら、分かったからロングヘア描いてあげる、絵
の中では自由になれるよって英語通しました。親に言ってデッサンを習いに行きたいって言って、夜隣町その英語習いに行ったりとかしました。卒業の前に修学旅行あるでしょ、お風呂も森本先生は入らなくていいって言って、でもお風呂入りたいでしょって言って、先生が泊まる部屋にはお部屋にここ個人が入るお風呂がついて、ここで入りなさいって言って、私一人だけのお風呂を作ってくれたりとか、中学校3年生の時森本先生がすごくサポートしてくれて、3年生だけは割とストレスなく学校にすごくじっくり話も聞いてくれましたし、そして高校生になるんですけれども、父は諦めてなかったです。私を男子校に入れようとしました。絶対入れたくなかったです。母の妹おばに相談しました。どうしようって、もう男子校なんかに入ったら終わりやわって、行きたくない、どうしようっておばは言いました。白紙で出しなさい、そういう感じで白紙で出しました。妹のそして西南市の西南高等学校に入りました。それでもやっぱり高校に入ると地獄でした。何も楽しいことがない。食べ方が女っぽいからターゲットにされていじめられて、毎日トイレでお弁当を食べてました。でも一つだけ入学式にすごい背の高い色の白い男の子がいたんです。バレー部でかっこよかった。体は順調に男の子としての成長していくんです。筋肉がついて声が変わって、でも心が順調に女の子になって、初めて違和感、これは何なのかなって、自分の中に2人いる、どうなるんだろうっていう、それまで勝ち気に頑張って、お我慢って言われて閉会して、それがもう内向的になってきました。自分がどうなるんだろうって、その時に2年生になって、その憧れてた男の子と同じクラスになりました。あろう子とかその子が今日一緒に帰ろうって、放課後一緒に帰ろうって言ってきたんです。そして今日泊まっていきって言われて、夜になってキスをしてこようとしたんです。今だったらもうやりまくりますよ、私から。でも当時はねえ、ちょっと怖くてその子の家を飛び出して逃げたんです。今考えると多分その男の子はゲイなのか、でも結婚したって聞いたからバイセクシャルだったのかな。学校に行くと自分を防御するためでしょうね。もう学校中に言いふらしてました。あいつにつきまとわれて困ってるって、あいつお釜やねんって。もうどんどん居場所なくなりました。どうしようって、もう学校行きたくないって親にも言いました。もう学校行きたくないって、行きたくない、あかん、そんな行きたくないって、学校行かないといけないんだったらもう死にたいって言いました。父は言いました。だったら死ねって。何を言ってんねん、甘えて。許さへんか、これ、そのは。行け、ちゃんと。って言われました。どん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 居場所がなくなって、もうすごく疲れ果てました。学校に行くだけで疲れてました。いじめもひどくなってました。トイレでご飯を食べたら、トイレまで来ました。男の子たちが3人でトイレに来ました。元気に顔突っ込まれました。もう行きたくないって、もうしんどいって、もう死にたいって、そこからどうやったら死ねるんだろう、どうやったらこの世の中からいなくなれるんだろう、もう疲れた、楽になりたいと思いました。学校の非常階段にちょうど体を横にしたら通れる隙間があったんです。ここから飛び降りたら私は死ねるって、ここから飛び降りたら私は死ねるって、でもその一歩が出ないんです。なかなかリストカットをしてももうためらい傷ばかりで、なかなか死ねないんです。でも死にたいんです。このまま生きてても私は世の中から笑い者にされるって、女の子を好きになることはできない、男の人しか絶対好きにならないのはもう自分ではわかるんです。でも自分ではどうすることもできないんです。父は言いました。私は男だって、女が好きだって一日三回思えて、そしたらなれるって。なれるわけないって。私女の子なのって。男の子じゃないって。
父に何回も言いました。学校行きたくないって、助けてって、行きたくないって許してくれなかったです。無理やり車で学校まで連れてかれる時もありました。高校になったら2年生が修学旅行、行きたくないって。友達もいないし、これで修学旅行なんか行っても何も楽しいことはない。せめて学校休みたいって、ちょっとだけでもいいから学校休みたい、何回言ってもダメでした。家で絵を描くことだけが唯一の気分転換だったのに、それすらも父は私から取り上げました。絶望的になりました。今では考えられないんですけれども、当時は保険証を持っていけば農協で農薬が買えたんです。両親の保険証を持って農協に行きました。お庭に雑草が出てるって、困ってるから農薬売ってくださいって。まさか自殺に使うと思わないから、農協の職人さんは、どのぐらいのお庭ですか、あそこの駐車場ぐらいです、わかりましたって、液体ですか粉末ですか、粉末ですって言って、農薬を買って、ものすごい匂いなんですね。それがこれを家に持って入ると気づかれてしまうっていうぐらいのとんでもないこう薬品臭、袋の上からも匂いだったので、家の離れにとりあえず持って行って、家の離れでオブラートに包みました。60袋。そして夜になるのを待って全部飲み干しました。夜の2時ぐらいだったです。すべてを飲み干しました。腹痛で目が覚めたのは朝の5時でした。パッと鏡を見たらもう顔が紫色に腫れ上がってました。毛細血管が全部浮き出してる状態、目はもう白目はなかったです。白目が真っ赤になってました。口からは血が出てました。やったことは分かってる、知りたかったはず、でも苦しいんです。今まで味わったことがない苦しさなんです。もう体中がしびれと痛みと熱さ、もう内臓が焼けただれるような熱さだったんです。自分で選んだことなのに、両親の寝室まで助けてって吐いながら行きました。お母さん助けてって、お腹痛いって。両親は私を見てびっくりしました。歩いてきたとこ全部垂れ流してます。血液と嘔吐物と全部便と、これはただことじゃないって。父が私を揺さぶりました。何をしたんやって。農薬飲んだ、ごめん、でももう耐えられへんかった。父と母はパニックになって近くの病院に救急車で私を運びました。しばらく私は記憶があります。病院に着いたらまず胃洗浄されました。ホースのようなものを口に突っ込まれて、警察も来ました。飲まされたんか飲んだんかって。自分で飲みました。だったらよかったって警察は帰りました。飲まされたんじゃないよねって、チキンセはないよね、よかったって帰りました。記憶はあるけれども、口も目も見開いて体が硬直して動かないんです。病院の先生の言葉も聞こえます。もう助からないです。内臓も溶けてます。体中の血液に毒が回ってます。発見が遅かった、諦めてください。合わせたい人がいたらおばも来ました。おばあちゃんも来ました。おじいちゃんも来ました。おばは泣き崩れてました。それも全部見えてます。でも声が出ないんです。ただ一言謝りたかった。生まれてきてごめんなさいって。こんな私でごめんなさいって。泣いてる母と母に謝りたかったです。でも謝るのに声が出ないから。人工透析もされました。手は尽くしましたけど助からないって先生が言ってる。私の実践は終わるんだ。死ぬんだって。ごめんねお母さんって手を握りました。かすかに力が入ったんです。そしたら母が、諦めたくない、諦めたくない、私たちが殺した、もう一個病院があるからそこに運びたいって。お母さん何言ってるんですか、もう助からないですって。あなたには助けられないかもしれないけど、他に助かる医者がおるかもしれないじゃないですかって。母は私をもう一つの大きな病院に岸和田まで運びました。仙南から岸和田まで運びました。岸和田の特殊海病院というところに入って、そこからの記憶はないです。1ヶ月か1ヶ月半くらい生死をさまよったと聞いてます。でも私は奇跡的に命を取り留めることができました。目を覚ました瞬間、母に言ったのは、鉛筆と書くものちょうだいって、絵を描きたいって。
女の子になることも諦めます。男の人は好きになりません。だから絵だけは描かせてください。そして1ヶ月半同僚生活をして高校に戻りました。不思議ともう何も怖くなくなってました。人の目も人の言葉も何も怖くなくなってました。いじめる人はいました。死に損ないって言われました。父方の親戚にも死に損ないって言われました。死んだらよかったのにって、あの時死んでくれると思ったのにって言われました。どんなにいじめられてももう何も怖くなかったです。言いました。次死ぬ時はお前を殺して死ぬって。そして高校卒業して一刻も早く阪南、泉南から飛び出たかったんです。何にもいい思い出はない。苦しさしかない。この場所から早く逃げたいって。絵描きになるって。大阪市内に出てアパートで一人暮らしを始めて、似顔絵描きから絵描きをスタートさせました。個展デビューは25歳。百貨店デビューは28歳。初めての画集が28歳でした。順風満帆でした。絵描きとしては絵描き一本で生活ができていること、何の不満もない。限られた人しかなれない職業に私はつけてる。でもどこか満たされない。28歳の時、このままでいいのかなって思いました。自分とちゃんと向き合わないとこれから描く絵が全部嘘になる。向き合った結果、私はゲイだと思いました。男として男が好きなゲイだと思いました。同性愛だと思ったんです。そして初めての彼氏もできました。カナダ人男性でした。身長196センチ、金髪、水色の瞳、名前はアンドレと言いました。ここからちょっと妄想にお付き合いください。アンドレ、なんて笑った。アンドレ、オスカー、私は今まで生きてきて、あなたのような美しい男の子を見たことがないって言われました。言ってないって言ってました。私はそう聞こえたんです。でも確実に、でもね、そう思想がいたから、やっぱりキスとかそういう時は来ますよね。でもそこであれ、なんか違うって。そして彼が友達に私を紹介するときに、僕のボーイフレンドだよ、僕のボーイフレンドだって紹介するんです。ボーイフレンド、彼氏より私彼女がいいって、私のこと彼女って紹介してって。私恋人ができたらなんか彼氏と彼女っていう感じだったんです、なんか私の中では。それでアンドレが、君はゲイじゃなくてトランスジェンダーかもしれないって、日本ではまだそういう言葉ないけれどもカナダではいるよって、君はトランスジェンダーかもしれないって、だから僕は同性愛だから君のことは恋人としては無理だけど友達として応援してあげるって、応援してあげるって言ったけどお金も出していただけなかったですよ。あのお化粧品買いについてってくれたりとか。この養子になったのは30歳ぐらいです。でも養子がこういう風になってくる途中いろいろありました。男の子にも見えるし女の子にも見えるみたいな、どっちのトイレに入ってもえって言われる感じ。なので私車椅子用のトイレを探して入ってました。当時重宝したのがやっぱりスターバックス。この養子になったらまず訪れた差別がマンション出て行けって言われました。署名運動されました。あなたのような女装の方がうろうろされると子供に悪い影響が出る、うつる、出てってください。お絵描き教室もしてたんですけれども、お絵描き教室のカルチャーセンターのオーナーからも出てってください。先生のような気持ち悪い方がやっぱりカルチャースクールうろうろされると困ります、出て行ってください。もう当時ちょっと疲れてそういうことに、当時付き合ってた彼氏がいたので、もう私は養子が女性になって女性として生きていくことが幸せなこと、女性として世の中に埋没することが幸せなことだっていうふうに思ったんです。もう仕事を全部お断りして、ここまでやってきた絵描きの人生全部捨てて、彼氏と一緒に新しい土地に行って
女性としての生活を始めました。幸せが待っているはずでした。全部願いが叶ったから待ってなかったです。それまでやっぱり絵を描くことっていうのはもう私の肉体の一部になってたので、それがないっていうのがなんかこう表現したいというか絵を描きたい欲求が出てくるし、展覧会をして作品を発表したいという欲が出てくるんです。女性として幸せになれるはずだったのになんでかなって。彼もまだ若かったから、私は子供を産んであげられない。彼のお母さんからは子供をできるよねって言われる。彼のお母さんにも女性って嘘ついて、なんでそんなに声低いの、なんでそんなすごい肩幅なのって、なんか嘘ついてる、なんかこう後ろめたさがどんどん出てきて、情緒不安定になって、彼と毎日喧嘩するようになって別れることになりました。なんでこんなに苦しいんやろ、女性になりたかったはずなのにって。そこで私自分と向き合ったんです。なんでかなって。今まで自分の心の支えだった絵を捨てて、自分の過去も全部捨てて新しい人生なんて手に入らないって自分で思ったんです。いろいろな方がいると思います。過去の知り合いも全部捨てて海外に渡って幸せに暮らしている方もいます。ただ私にはできなかった。過去の私もあれも私なんだと。過去苦しかったことも嫌だったことも、森本先生と出会ったこともアンドレと出会ったことも全部なかったことにして、新しいものを手に入れることなんてやっぱりできないと思ったんです。自分の過去を全部受け入れて、全部公表して、もう一回公文公尊っていう名前で生きていきたいって、もう一回絵描きとして生きていきたいって。活動再開するんだったら全てをさらけ出して講演活動もして、もっと声を出していきたいって思ったんです。こんな人が近くにいるかもしれないよって。人口の約 7.6% って言われてます。認める認めない、受け入れる受け入れない、もはやそういう議論がナンセンスだと思います。当事者も子どもたちも現にいるんです。存在しているという事実があるんです。 LGBT だけじゃなくて、子供って人それぞれみんな違うと思うんです。でももし自分が人と違うと思っても、自分が LGBT だと思っても、自分に障害があると思っても、周りの環境がそれを受け入れる環境でもなければ、カミングアウトをしたり、誰かに相談したり、先生に相談したり、ましてや子供と先生ってちょっと距離があります。そこで先生たちにお願いしたいのは、環境を作っていただきたいんです。子どもたちが助けを求められる環境を作ってほしいんです。助けて先生って言える環境を作ってほしいんです。私があの時一人でも助けてって言える人がいたら、私は死を選ばなかったと思います。今でもテレビをつけたら、お姉タレントは笑いの対象、いじられる対象、世の中のそういう環境があれば、自分の個性が自分で間違ってないと思っても、自分で自分を否定してしまうんです。もし学校に LGBT の子どもたちとかクエスチョニングの子どもたちがいて相談してきたら、乗ってあげてください。同時に親も同じ当事者です。子どもがこうなんです、間違ってるんでしょうかって言った時に、間違ってないんですよって、大丈夫ですって言ってあげられる環境づくりを先生たちにしていただきたいんです。私は先生たちは絶対に未来を作れると思ってます。先生たちしか作れない。大人になったらもう価値観の更新はなかなか難しいんです。でも感性が柔軟な子どもたちに、みんな違うんだよって、世の中一人も同じ人がいないんだよって、一人も同じ人はいないけどみんな同じ命なんだよって、違いを認められる子どもたちの環境づくりをしてください。それだけで世の中は氷が溶けるように変わってくると思います。今まだ過渡期だと思います。まだまだ嫌悪感を持っている人もいます。私は肌で感じています。毎日のようにホームページにはそのような LGBT の人に嫌悪感を持っているとか、そういうメッセージが届きます。動画にはコメントも入ります。先生たちが今接している子どもたちが大人になった時に違いを認められる社会になれるように、なんか私こう見てたら先生の後ろに子どもたちが見えて、そういう世の中になったらいいなと。私のホームページには今でも死にたいみたいな、死にたいっていうメッセージがたくさん届きます。去年私の個展に来てくれた子が今年がいないって、
そういうのを聞くたびに、あ、まだまだなんだな。パートナーシップがいろいろなところで認められてるのに、まだまだこんなに死にたいと思っているセクシャルマイノリティの子どもたち、クエスチョニングの子どもたちがいるんだなって。なので私からのお願いは、どうか学校の現場で子どもたちが助けを求められる環境を作ってください。お願いします。ポイントを呼ぶにはほど遠い、死に滅裂な、ちょっと感情的にもなりましたけれども、私の思いがお一人お一人の先生にちょっとでも届いたら幸いです。今日は拙い声になりました。ありがとうございました。コウブン先生、ありがとうございました。初めまして、大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。